どうもこんにちは、クロネタです。スーパーマリオオデッセイ続きをやっていきたいと思います。さあ前回こちらのね、空中庭園までやってきまして、まあでっかい、あ、座っちゃった、でっかいパックをね倒して終了しました。一応ローカルコイン集まってたのでね、前回ショップで見た冒険家コスチューム買っておきました。では続きからやっていきましょうかね。よいしょ、これ押せばいいのかな。ほっ、お、これ乗れそう。おー、マジか、すげえ。どうなってんのこれ。これ時間が経過したら消える。あ、なるほど、そうなってんのか。へえ、すげえな。花が生えたよ。あ、ここにもあるな。あ、あ、道が2つあんのか。え、どこ行くのこれ。おあ、カメラが勝手に動くわ。あ、そこに行けんの。 OK。 お、空中庭園の塔内部。あれ、じゃあさっきのとこ行ったらまた別のとこ行けんのか。で、また押すと、お、生えましたね。あ、で、あれに押し出されないようにってことか。よいしょ、乗っちゃえばいいだけの話。あぶね。よいしょ、また今回もお前か。ほっ、あ、くださいな。お、オッケー。んで、よいしょ、ほっ、あこの状態でも動けんだよね、面白い。ほっ今のうまかったんじゃない。あ、戻ってきちゃった。ここか、あぶねえ。よいしょ、よいしょこの登んのかわいいな。よいしょ、え、この上なんかありそうだね。あ、来た、ユーゴットムーン。もっと上まで背伸びして。 OK。 うわ、この世界で必要なパワームーン結構必要なんだな。あと何個よ。で、もうこの先行っちゃっていいのかな。あ、もうたどり着いたね。ほっ、空中庭園の塔。さあ今までさ倒してるのに普通に復活してるのは何なんだろうかね。じゃあボス戦行きましょうか。ん声、ケケケ、やっと来たか。ブーケの花はいただいちまったよ。お前らさっさと追い出して残りの花ももらっていくとするかよ。お前か、バーバー。なんだ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 、うわ、毒入ってる、この野郎、この野郎。ほっ、え、あ、弱っ。なそれ、普通に毒消せばオッケーなの。わわ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 、スーパー、あ、あはははは、は、なにこのスプラトゥーンみたいな。くっ、よいしょ、逃げ道を確保して、よいしょ、ほっ、よっ、よいしょ、おい、弱いな。おお、あぶね、意外に早い。パブルじゃんこれあ、動き変えれるんだこれ、当てれば。あ、いってあ、これ止めねえ限り終わんねえな。よし、あれ、そういうことじゃないの。あ、止まった。よし、ゲット。またどうせマックだけでしょこれ。あ、ここまで当たんのかよ。でも、よいしょ、あいえ、弱っははは。顔ブスだったな。来ました、これで3つゲット、いいね。ほっ、でもまだまだ必要だからなパワームーン。これは結構大変そうだぜユーゴットやグランドムーン、空中庭園の花泥棒。
やあ。お、目指せ秘密の花畑。え？なんか今上にいたね。これん、何か降りていった。うんだよね、なんか降りたよね。これ上まで上がるの面倒だし、ショートカットしちゃいましょうか。あ、ここに降り立ったのか。あ、近えな。じゃあここに行ってきます。まあね、こういう風にね、ショートカットできるんですよね。実際動画で見せたの初めてかもしんないけど。あれ、ここ来ちゃうの。前この辺に飛べたけどな。まあ実は服を買った後ね、そこに戻ってったんですけど、そこに戻れなくなってるね。ん？秘密の花畑入り口あっち、え、こっちなの。え、上じゃねえのこれ。あ、マジか。え、でもそこ入れなかったんだよね。は？なんか、なんか戦車がいる。え、なにこれ。あ、こいつの弾を誘導してってことかい。ここにいれば撃ってくんじゃね。来いや。ほっ。あ、来た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 。あれ、意外に熱いな。これもしかしてさ、あ、こ、あ、倒しちゃった。これさ、あ、乗っ取れんの。マジかよ。 R で狙う、 Y で撃つ、ほっ。おお、面白。よいしょ。なんか急にゲーム変わったんだけど。でもういいのかな、降りて。あ、届かね。ほっ。なんか叩いたな。よっ、効率悪。よいしょ。あっ、で、お、なんか違うやつがいる。レバー引く、種出る。ん？レバー引く？あ、次の種準備中。何これ？Y で持つ。あ、ここに埋めろってこと？ほっ。おーおーおー、うわ。すげえ伸びてった。あ、てか後ろになんかいろんなロボットがいるな。え？ここ何これ、ロボット生産工場みたいな感じ。あー、あそこの、あそこのローカルコインどうやって取るのこれ。あれ、あれ、え、これ どうやって取るんだこれ。こっからジャンプすればうまいこといける。ほっはっ。あー、なんか無理だな。いけそうな感じはするけど、ちょっともう一回だけチャレンジ。もうちょっと高いところから飛べばいい感じにいくのでは。ほっ、よいしょ。ああ、無理か。ちょっとこれは後々取りに来ましょうか。この服装と合ってるな。こっち向いてくんねえかな。あ、向いた。いいね。んで、これ登った先はどこなんですか。よいしょ。ほっ、あぶね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 。森の補給所。ほう、うわ、なんかいっぱいんな。こっちは、あ、ん、補給所混んでる。あ、ほんとだ、直してるのか。あ、補給してんのね。補給を邪魔することはできないと。あ、でこれは、よいしょ、来た。 You got them、 補給サンキュー。あ、コインがあった。よし。すげえ順番待ちしてんじゃん。あいつどんだけ補給してんだよ。エネルギー補給中。こいつ壊れてるけど？ねえ。これ補給できずに朽ち果てたんじゃないのこれ。だってこれ1人目2人目ぐるぐる回ってるけど3人目回ってないもん。お前いつかこうなるぞ。あ、ブロックもあるね。よいしょ、よいしょ、 OK。 で一応道としてはこっちか。曲がいいよねこのステージ。めっちゃクリボーいんだけど。ほっ、よし、乗りました。こ
これ乗る意味あるんだろうか。え、こここんだけ、ほっ、あ、結果いけねえじゃん。あ、また戦車、キャプチャー、よいしょ。こいつ倒せるってことだよね。来た、ほっ、よし、オッケー、よいしょ、よいしょ。あ、これジャイロで動くのか。あー、じゃあ多分スプラトゥーンで磨いた力をね、今こそ発揮する時だね。まあ普通に狙えるんだけどさ、コントローラーでも。コントローラーの方がやりやすいわ。これ全部壊して足場にしろってことかな。あの上どうやって壊すのこれ。あそこ難しいな。一旦下がれば、あ、オッケー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 。こんな感じ？そこ邪魔だな。よし、ほっ。で、これだったら上がれんじゃねえかな。ほっ、よし。よいしょ。そうじゃない、そうじゃない。こっち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 。ほっ。よし、上がれた。んで、山頂への坂道。これはただの鳥？あ、花か、これ。あ、え、なんだなんだなんだ、ちょ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 、待て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 、止まらない止まらない止まらない、止まった。え？あ、これを使って一気に駆け上がれってこと？ちょっと難しくない？これでちょっと見てみましょう。あ、そこか、戻っちゃった。そこなんだね。あそこか。じゃ結果登んなきゃいけねえのか。こいつは？あ、離せる。坂駆け上がるなら鼻つけてダッシュダッシュ。あ、あの花を背中につけてダッシュしてたのか。じゃあブースト。おお、なんかソニックみたい。よいしょ、あいて、あ、あ、いけたのか、え、いけたのか。で、これを触れて、山の、あ、て、鉄の山道8号目、秘密の花畑この先。なるほど。んで、あ、また戦車がいる。よいしょ、ほっ、ほっ、ほっ、よし。この先なんかある？あ、よいしょ、よいしょ。あ、ハート出てきたよ。オッケー、これしかねえかな。じゃあ、あの先か。お、なんか吐き出してる。え、なにこれ、爆弾？打ち返せるとか、そういうわけじゃないのか。てか難しい。あ、壊せるわ一応。あ、クッパマーク。あ、これ的当てか、本当に。ほっ、あ、来たね。ここに、よし、あぶね、いた。意外に難しいな。よし、あと1個。あ、いててててて、よし。んで、いいのか、壊れた。お、出てきた。一応これで目標達成。ユーゴッダム目立て秘密の花畑。なんかまだ奥に道ありそうだったけど。あ、開いた。守れ秘密の花畑。え、これなんかまだあんの。とりあえずもうちょ先行ってみようか。この奥が秘密の花畑ってことか。ほっ、あ、これボスかな。だとするとちょっと面倒なことになりそうだね。でもまあ行ってみますか。よいしょ、なにこれ、え、なにこれ、動けるけど、動けるけど、花が取られてる。確かに。お前に乗って、ほっ、あ、そういうわけじゃない。あ、なんだ、あ、なんかつつけるけど、あ、あ、
なにこれ。花花花、なんかヤバそうじゃない。邪魔するな。お、なんかヤバいのが現れた。なにこれ。あ、これを壊すのか。あ、壊した。あー、なるほど。あれを壊すとあのバリアが消えるってことかい。ぽいね。よいしょ。で効果連続頭突き。なんだ。はは、待って待って、それやばくない。よいしょ、もう一回くんのか。よいしょ、なんだそれ、高めじゃない。よいしょ。あ、そんなもんか、そんなものか、お前の力は。でまた出してくると、よいしょよいしょ。一応なんか攻撃してきてんだねこれね。よいしょ。で下に行って連続頭突き。よいしょあと1回ぐらいか。あれ意外に弱えな。うっ、ジャンピング、ほっ、溜めてジャンピング。また来るか。あ、もう来ない。なんだよ。でこれを、あ、壊して、あ、動くのかよ今度。なるほど、 OK。 あ、でもそれを攻撃してるときは動かんねんだな。 OK。 さあ下に行って連続頭突き。 OK。 なんでなんで、全然弱いじゃないか。やっぱ子供の頃からマリオシリーズやってきてるからなのかな。すぐ攻略気づけたね。じゃあ取っちゃいましょう。ほっ、イエーゴッタグランドムーン。いやー、戻ってきました。あ、あと2つあればいいね。ん、鼻のいい香りがするね。あ、なんか花が咲いたりしてるね。ありがとうありがとういやー、なんかあっさりクリアしましたね。ちょっと普段より動画長めになっちゃったかもしれませんけどね。まあ今回この辺で終わりしましょうか。いやー、まさかね、ボスは簡単倒したんだけどね。また飲み物が。また、ぶちまけてたね。はい。まあ、次回、あと2つ、パワームーンをゲットしに行きましょうかね。どこにあるかわかりませんけど、まあ、ここにいるキノピオにお金あげれば教えてくれるらしいし、それも活用して集めていきたいと思います。というわけで、今回はここまで。次回もぜひ見に来てください。ご視聴ありがとうございました。